オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成24年式セレナ 20XS ハイブリッド、走行6000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずですね、フロント周りからいきましょう。ですね、フロントバンパーのですね、ここですね、この辺りにですね、タッチペンされたあの傷がございますね。はい、そしてボンネットの方ですね、特に目立つような、傷、飛び石傷などもございませんね。はい、そして右側面、こちらももう触れるところございません。かなり綺麗な状態ですね。そしてリア、まあ、グレードが S ハイブリッドということだけあってですね、 LED テールが特徴的ですね。でこちらも傷関係は特に目立つものはございません。そして左側面ですね、ちょっと一通りぐるっと回ってきましたが、かなり綺麗な、お車となっておりますね。ちなみにタイヤの方もですね、まだ、主観的でございますが八分山は残っておりますね。はい、外装のご説明以上となります。はい、続きまして内装のご説明です。まずですね、こちら左側パワースライドドアとなっておりますね。そして、アイドリングストップ付きですね。こちらがアイドリングストップオフのスイッチですね。すいません、ちょっとピント合いませんが。そしてですね、純正ナビとなっておりますね。で、各部の状態なんですが、まあ、走行距離がですね、6000キロということもありまして、ほとんど触れるところはございません。特に目立つようなすれへたりなどはございません。このシートですね。そして、セカンドシートですね。こちらの方もですね、特に問題ございません。はい、サードシートですね。まあ、車内の方もですね、匂いがまだ新車のような匂いがしますのでですね、ほぼ新車状態と思ってもらっても、損傷ございませんね。はい、内装のご説明以上となります。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。はい、特に触れるところございません。かなり綺麗な状態ですね。で、各部のサビ、そういったのもですね、見受けられませんね。はい、意外と整備性もありそうな、エンジンルームですね。はい、エンジンルームのご説明以上となります。はい、最後に下回りのご説明です。まず、足回りの方から見ていきましょう。まあ、走行距離も少ないんでですね、かなり状態は、いいですね。もちろん、目立つようなサビ腐食などはございません。そしてフロアですね、もうフロアの方もほぼ新車状態ですね。そしてリア、足回りですね。こちらも特に触れるような箇所はないですね。そして、リアのフロアですね、トランクフロアですね。はい、かなり綺麗な状態となっております。下回り以上です。